僕についている霊団も含めて霊的な面から見たときに今何が行われているかというと、トランプさんが交渉しています、水面下で。ウクライナなかなかね問題は収束しないんですけど、どんな感じになりますか今後。表向きで動いている戦況と、うん、水面下で動いているものっていうのは、戦争ってどの時代でもそうですけど、両方ともやっぱり動きがあるんです。僕についている霊団も含めて霊的な面から見たときに今何が行われているかというと、トランプさんが交渉しています、水面下で。それは誰に交渉しているかというと、プーチン大統領の方に交渉しているんですね。何を交渉しているかというと、とりあえずもう停戦してくれと、これ以上戦争を延ばさないでくれ、その代わり自分が次のまた大統領に戻ったときには東部の今の地域を独立させるとか話を進めてるんですよ。もちろんそうなったら停戦するわけじゃないですか。トランプさんが間になって、じゃあプーチンさんとウクライナの大統領と3人でこうお互いに手をつないでね、停戦しますみたいな形で万々歳なんですけど、それをされたら困る人がいるんですよ。今アメリカとしては停戦されると困るわけです。2つ理由があって、1つはまだまだ兵器を売りたいっていうのもあるし、トランプさんが停戦したっていう形を取られるとバイデンさんの立場なくなりますよね。この秋にある中間選挙の時に大ダメージなんです。そしたらバイデンさん何するかっていうと、当然その停戦交渉を妨害してます。今ウクライナとロシアの戦いというよりは水面下のドナルド・トランプとバイデン政権との戦いになってます。そういうのがね、いわゆる戦争なんですよ。私たちが見てることが全てじゃないんですね。例えば一番最初に3日でもう首都はね、制圧できるよというふうな話ができなかったじゃないですか。で今になってアメリカの特殊部隊がいたとかね、イギリスの特殊部隊がいたとかっていう話がもうどんどん出てきてますけども、このように表向きに出ている戦況と中身の部分っていうのはだいぶ違うし、逆に表向きの戦争っていうのは単純に首都を陥落させてロシアが自分のやりたいようにやりたいっていうふうに見せているのが内容であっても、実は水面下ではドナルド・トランプといわゆるバイデンさんの自分たちの利権とか次の大統領の戦いとか選挙とかいろんなものも混ざっていたり、周辺国でいうといわゆる武器をね買ってもらいたいとかっていう、たくさんのいろんな思惑が入り混じってるのが今回の戦争なんですね。たくさんとかなくなりましたので、ロシアもねウクライナも、そういう意味では早くみんな終わらせたいわけですよ。けれども一番のラスボスじゃないですけど、トランプさんとかバイデンさんとかの今小競り合いが起きています。一番問題はゼレンスキーさんは知らないんですよ。蚊帳の外なんですよ、こういうことっていうのは。ゼレンスキーさんが分かると今度また繰り返してきちゃうじゃないですか。だからそれは彼が知らないところでやっているので、例えばロシア軍が撤退したはずなのにまた攻撃されてると。でそれ誰が攻撃してるかというと、バイデン側がロシアの方に入ってやる時もあるわけです。そのようなことが今起きていると僕は思います。だからもう少しかかるかなと思いつつも、冷静に戦況を見た時に感じるのはトランプ側が押し切る感じに僕には映っているので、おそらくあと2週間ぐらいの間には収まっていくと思います。一番やっぱり心配なのはロシア兵もウクライナ兵もそうですけど、食べ物がないんですよね。一般の人たちももう今壕の中から出て逃げ回ってるじゃないですか。行き場所がないんですよ。1週間でも2週間でも続くっていうのは相当きついことなんですよね。早々のうちにユニセフも含めてね、たくさんのところが募金活動をね求めてましたけども、いろんなまた詐欺の人たちが出てきてまっすぐ行かなくなったりとかしてますよね。各国のいろんな国々が今いろいろな支援をなさってると思いますが、私たちもねできる限りのことはやりたいですよね。今後こういうことを見るときには皆さん覚えててください。文字通りの喧嘩になるってことは今の現代社会では起きないんですよ。ただの野蛮な戦いじゃないですか。でもその野蛮な戦いがこうやって平気で行われるときっていうのは水面下でまた違う争いが起きてる。だから野蛮なことが止められないっていうこともあるので、皆さんがもっとそこに注目するってことも大事だと思います。プーチン大統領がねだいぶちょっと病状が悪くなってるようで、実際それは霊団も言ってるわけですよ。ちょっと調子が悪いと、癌の可能性が、ね、あると言われてますけども、この2週間ぐらいが
収束していくタイミングなのかなっていう感じもしますので、戦況をね皆さん見守っていただけたらというふうに思います。問題はこの戦争が終わった後なんですね。たくさんのその避難民の人たちがどういう形で元の生活に戻っていくかっていうことが大事なので、そこからのまた支援っていうのも出てくるので、我々日本人ね、間違いなくあの他の国の人たちよりはお金があるんですよ。だから皆さんの持っているその力をね、なるべく投入してね、助けていけたらというふうに思います。お互いね、仲間ですから、地球にいる同じ人類ですから、助け合っていけたらというふうに思います。